さんは25歳で SK-2 に出会われました。そしてますます美しくなられる肌とともに女優として大活躍、魅力的な大人の女性へと変化を遂げていらっしゃいます。それでは綾瀬さん、皆様にご挨拶をお願いいたします。はい、皆さん、本日はお越しいただきありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は綾瀬さんご出演の SK-2 の新 CM をご披露いただけます。その前に綾瀬さん の、 その SK-2 レッドのドレス、大変美しいですね。ありがとうございます。この店頭を飾る広告ビジュアルと同じドレスだそうですが。はい、そうです。背中が大きく開いてますね。そうなんです。はい、 ありがとうございます。非常に大人っぽい素敵なドレスですけれども、背中まで美しいなと思います。綾瀬さんにはこの7月から放映される SK-2 の新 CM、はい、運命よりも綺麗になろうをご紹介いただきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、はい、では新しい SK-2 の新テレビ新 CM をぜひご覧ください。どうぞ。太陽が顔に眩しい、風が肌を撫でる、思い出す運命を変えるという大きな一歩を踏み出した日、25歳あの時の私のおかげ、そして今30歳、このクリアな素肌とともに10年20年先も生きていく、明日の私もきっと好き SK-2。こちらの新 CM は7月21日より全国にて放映を開始いたします。では新しいこのテレビコマーシャルにまつわるお話を伺っていきましょう。はい、そうです。真夏の中、撮影しました。はい、初めて行かれたんですか。はい、初めて行ったんですけれど、本当に海の綺麗な場所でした、はい、そして海に飛び込むシーンが印象的でした、はい、もう怖くなかったんですか。あれすごい怖かったです。結構飛び込む場所についてから、こうインストラクターの先生がいらっしゃって、じゃあ一回見本を見せますってやってくださって、じゃあどうぞみたいな感じで、とにかく足をピタッとくっつけるってことを意識してくださいっていうのをすごい言われたんですけど、頭から飛び込んだことがなかったのですごく怖かったんですけれども、一発目が使われています。すごい。、はい、その飛び込むまでにどのぐらいの時間ドキドキしたんですか。結構じゃあやってみましょう。一回飛び込んじゃうと髪の毛が濡れたりして乾かさなきゃいけないとかいう準備があったので、もうじゃあ行こうっていう感じで、その飛び立つ台のとこに行って、よーいスタートみたいな感じで、もういいみたいな感じで、じゃあ思い切りよく、はい、もう行くしかないっていう感じで飛び込みました。すごく、もう今ご覧になってま、はい、っすぐに足が伸びてらっしゃいますね。びっくりしましたね。我ながらすごいっていう、こんなに足が綺麗になってたんだと思ってびっくりしました。スポーツ全般得意なんですけど、水泳ではまあまあ好きぐらいです。なんかでも褒めていただきました。水中をこう深く潜るのは幼少時代結構海に家族で行って潜るのをやっていたので、それは得意なんですけれど、はい、とても海が綺麗でとても楽しい撮影でした。本当にこまめに日焼け止めを塗らないと結構もう真っ赤になっちゃうっていう感じだったので、ホテルに着いてからはフェイシャルトリートメントのホワイトニングマスクを毎日やるように心がけてました。 SK-2 のマスクは即効性がありますよね。うん、ありますし、なんかやっぱり安心、マスクをしてれば大丈夫っていうすごく安心があるので、はい、すごく助けてもらいました。そうですね、やっぱり20代とか20代前半とか10代とは違って、やっぱりちょっとずつ肌の変化っていうのが感じるようにだんだんなっていくので、そこでやっぱり
当たり前に綺麗だった10代とは違って、うん、きちんとケアをすることで変化していくっていうことはすごく実感するようになりましたね。なので日々のちょっとした時間でもお手入れするっていうことが未来につながっていくっていうのは、はい、実感しました。はい、たくさんあります、やっぱり乾燥してしまったりロケが多くて日焼けすることも多いですし、一日中朝から夜までお化粧しっぱなしっていうことも多いので、はい、とにかく保湿をするようにお休みの日は肌をなるべくほっといてあげるようにっていうのをしています。普段日頃一番気をつけているお手入れ方法というのはどういうポイントになりますか？保湿ですね。はい、はい、幾度とあるんですけれども、はい、一番最近で言うと、最近というか3年前の大河ドラマはやっぱりとても自分がお仕事をしていく上での気持ちのモチベーションというものが変わった作品になったかなと思います。お仕事でもプライベートでもそれもやっぱり大河ドラマでいつも自分が割と年下、現場では年下の方だったのが後輩の女優さんの共演などが増えて頼られることもあったり、はい、自分が先輩になっていくんだなっていうのをすごく実感しました。さあ、ドキュメンタリームービーをご覧いただきました。綾瀬さん、感想をお願いいたします。いや、皆さんすごいですね。ちゃんと努力されているんだなと。やっぱり肌の状態が良くなっていくと心もハッピーになるので、そういう女性は特にそういうのを感じるんじゃないかなと。はい、なのでやっぱり続けるっていうことはすごく大事だなっていうふうに感じました。はい、本当にすごくあります。朝起きてやっぱり肌の調子が良かったりすると自信にもなりますし、肌が調子がいいとかっていうだけでその日ポジティブに過ごせるっていうのはすごくありますね。女性はそうですよね。はい、そうですね。ここで綾瀬さんにも書いていただきましたのでご披露いただきたいと思います。はい、ではお願いいたします。ちょっと読んでいただけるとありがたい。はい、健康的な肌とともに素敵に年を重ねていきたいです。やっぱ健康的な肌を持っていると気持ちも前向きになりますし、やっぱり年を重ねていくっていうことは老化していくっていうことでもあると思うんですけれど、その中でも自分がケアをしているっていうことが自信につながったり、その普段の生活でもその自信から、小さなことを楽しむ気持ちの余裕ができたりとか、いろんなことをちゃんとポジティブに考えれる、そういう女性になりたいなっていうふうに、はい、いくつになってもそういう女性になっていきたいなと思いました。第2部にも綾瀬様にも衣装を変えてご登場いただきます。綾瀬はるかさんでした。どうもありがとうございました。忙しい時でもちゃんと簡単なことでもケアをするっていうのを心がけていたので、はい、ちゃんと成果出てるんだなと思って安心しました。ありがとうございます、はい、なんかすごく的確に自分の足りないものを商品を勧めてもらったりとか勉強になりましたね。はい、やっぱりこれから
年を重ねていく中で、やっぱり日々のちゃんとした時間がなくても保湿だけはするっていう風に自分でできることをちょっとずつ続けていくことで、5年後10年後すごく変わってくるんじゃないかなっていう風に感じているので、一緒にちょっとずつでも日々、楽しんでスキンケアをしていただきたいなと思います。